普通プーではなくピーで表しませんか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速ゆむみの館へ。いらっしゃいませ。ラグジュアリーサウンドサロン、ゆむみの館へようこそお越しくださいました。ってことで今回は久々のホラー村に行ってみたいと思います。ホラー村ね、最近なんか結構探してもね、あんまりないんやけど、またちょっと面白そうなホラー村を見つけたので、そこに行ってきます。心地よい夢をご希望かしら、一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、会いたい村に出発。はい、会いたい村に到着。お、スタート。一応道順が決まっとるってことかな。夢の世界へようこそ。あなたは今、会いたいという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは、魅惑の会いたいの世界をご堪能遊ばせ。なんかこの会いたい村は、登場人物全員が、ただ幸せになりたかっただけの村っていうことなんやけど、一応なんかね、エンディングが二つあるらしいよね。エンディングが二つっていうのはどういうことなんやろ。どういうことなんやろ。それは解釈の仕方が二つあるっていうことなんか、なんか、まあ、ここにスタートって書いてるけど、途中分岐点があるとかそういうことなんか、ちょっと気になるね。とりあえずプレゼントを開けていく。四つ葉のクローバー、お薬。スコップ。なんかこのあたり、このあたり何かヒントがありそうじゃない？よし、行くか。とりあえず表現がえぐめらしいから、閲覧は自己責任でお願いしますとのことです。あ、もうちゃんとこうやって道が。あ、ホタル飛び寄ったホタル。ほら、かわいい。綺麗、いいね。そういうちょっと夏を感じつつ、待って、下怖いんですけど。何？とりあえずこれが一軒目ということで。と、住人さんは家の中かな？外観はね、普通に綺麗な感じなんやけど。お邪魔します。お？これあれじゃない？プレゼントの中に入っとったお薬じゃない？大量のお薬。そしてこれは、ユリの花かな？白いユリの花。でもなんかお薬。ウォーターサーバーに、でっかいベッド。そして大量の白い花。なくなってるの？もしやそういう感じ？ちょ、左の部屋へ。左の部屋は、お、ケーキに。これは指輪？あれかな？婚約者からもらったとかそういう感じかな？めっちゃなんか、ねえ、いい感じじゃない？幸せそうな感じやけどね。でも入ってすぐのここもなんか怖いっていうよりは、悲しげな感じの雰囲気なんだけども。ベッドが大きいのもあれかな？その婚約者と一緒に寝よったとか。はい、それじゃあ奥の部屋へ。なんか急に暗くなった。これは？女の子の方は生きて、男の方が死んだの？男の人の方が死ん、あ、これ、あれじゃない？なんか病院の、なんていうん？脈拍？心電図ですね。でもこっちちゃんと動きよるのに、ほら、こっち。あれやろ？プーってなる感じの。普通プーではなくピーで表しませんか。やっぱほら、彼氏が死んでしまったんや、この女の子。なるほど。それで？でもせっかくね、指輪くれて、多分幸せの絶頂であったであろうに。
右側の部屋は、これ、このピンクの花と青い花はあの二人を表したんかな。左側の部屋にもあったよね。確か。特に何もなく、こういうところで二人でゆったりと過ごしよったんかな。はい、そして二階へ。ようこそ会いたい村へ。え、斧が置かれてある。なぜ？なんか急にホラーチックになった。え、だってさ、さっきまで、ね、そういう殺人とかそういうのじゃなくって、多分病気で亡くなったんやろうなっていう感じやったけど、なぜ斧？地下には一体。地下にも斧が置いてある。そして斧のそばには意味ありげに、ゴミ箱が。何が捨ててあるの？バラバラに処理した彼氏とかじゃないよね。はい、そして住人さんがおらんねよね。ここの家の住人さんは一体どこにいらっしゃるのかしら。あ、いた。ちょ、待って、あっち側に。いたわ。どうも。愛してる。さっきの彼氏のことやね、きっと。この幸せさん、会いたい村の幸せ村長さん。名前はね、いい感じなんやけど。ただ忘れてはいけないのはこの村はホラー村だということ。これはもしかしてこの一軒がちょっとずつ変わっていく感じかな。さっきの家の感じは、ほら、多分やっぱり同じ家やろ。これちょっとずつ時間経過を表してるってことなんじゃないかな。ってことはこれが、ちょっと未来の幸せ村長さん。え、ちょっとボロいんですけど。会いたい、死にたい、あー。やっぱり彼氏は病気で死んだということなんじゃないだろうか。違うの？お邪魔します。え、めっちゃ暗いんだけど。急激な暗さ、会いたい。まあ、会いたいよね、彼氏死んじゃったら。左側の、なんか、会いたいっていう文字が逆さまになっとる。え、何を始めたの？なんか、ものすごく、怪しげなことを始めたよね。え、人体錬成とかしようとしてます、もしかして。あ、でも生き返らせるっていう方よりは、あれか、死にたいって言ったけん、自分が死ぬための薬を作りよるとかそういうことかな。はい、それじゃあ奥の部屋へ。びっくりした。びっくりした。会いたいと死にたいがいっぱいある。え、この斧は自分を殺すための斧？そこちょっとまだ包丁とかにしようよ。斧で自分、え、痛すぎやろ。それ死ぬけんあれやけど。え、斧でとか、怖っ。右側。え、なんかもしかしていろんな方法を試そうとしよる？死ぬために。左側の部屋は多分なんか毒薬みたいなのを作って、それを飲んで死のうとしよって、奥の部屋は、自分で斧で死のうとして、右のここは、まあ、燃料だとか、火、焼身自殺をしようとしている。え、てか何なの？斧と毒薬は失敗したの？それかなんかちょっと躊躇してしまったみたいな。いや、だって自分で動かんといかん系はちょっとね、厳しいよね。特に斧とか絶対無理やん。ん、2階は、病院？あ、もしかして、助け出されてしまった誰かに。結局、助け出されて、多分こう、火が上がって気づいた近隣の人とかに、こう、救急車とか呼ばれて、助かってしまったんかな？
でもまあ命助かっとるけん、今後幸せに生きてもらえれば。え、なになになに今度は。え、これは、え、死んだの？死んでんじゃよね、これ。え、なに？結局死んじゃったの？明るくしたら何かが見えたりとかはしないか。え、なに？どうなったの？どうなったの？病院に運ばれてしばらくベッドで寝とったけど、最終的に亡くなってしまったってことかな。次の展開が気になる。ん？入居者募集。あれ？女の子もいなくなった。え？退院して家に戻ってきたりとかそういうパターンはないの？え？お亡くなり、え？誰？え、ちょっと待って。さっきまでとなんか髪型変わってない？幸せさん。ほら。え？誰？今の女の子は。なんか見知らぬ女の子、あ、もしかして新しい住人さんってこと？この、え、でも死んでるよね。どうして？どうして私たちだったの？え、何？どういうこと？誰？誰なの？どうしてさん。お邪魔します。あ、もしかしてもう、あれか、入居者募集中になって、新しく引っ越してきたのがどうしてさん一家？っていうことかな。どうしてさん一家やって、で、その後、もうどうしてさん、もう死んでしまったってこと？この幼稚園児がどうしてさんかな？とりあえずこれから家族で、この家で、新たなスタートを切ろうっていう感じで引っ越してきた感じやね。はい、左の部屋へ。事故物件っていうことは聞いてなかったんかな？あ、こっちのなんか、怪しげな薬の、ね。薬の研究をしよった。この部屋が子供部屋になっとんや。すごい雰囲気変わって可愛い感じの部屋に。でも最初はね、幸せさんとこも、あの部屋でプロポーズみたいなのもあったみたいやし。はい、そして奥の部屋へ。あ、奥は台所なわけやね。ここでみんなでくつろいだりとか、ご飯食べたりとか。幸せな家族って感じ。お、部屋干し派ですか。最近部屋干しでも匂わん感じの洗剤とかあるけんね。柔軟剤とかも。はい、そして右側の部屋へ。右側は、多分お父さんの仕事部屋みたいな感じかな、ここは。なるほど、もうこじんまりとした感じではあるけど、綺麗やね。整っとる。はい、それじゃあ2階へ。あ？これは？あ、これ、この服さ、多分幸せさんの彼氏じゃない？てか、このクリオネにも何か意味があるのか？なんか最初のね、幸せさんとこの家にクリオネおったよね。すごい可愛がっとったんかな。はい、そして地下へ。ん？会いたい。え、地下のこれはそのまんま放置していってるの？え、でも一回業者さんきっと入っとるはずよね。その入居者募集の時に。え、なんなんやろ。ちょっと、前に住んでいた幸せさんとその彼氏の霊が、この家には、残っているみたいだけれど。というか結局幸せさんは死んでしまったってことなのか。死んでしまって入居者募集になってるの？あ、ほら、どうしてさん、幼稚園児の格好やけん。あれやんね、入り口のとこにおった。はい、そして、ってことは次は、どうしてさんが、どうして死んでしまったんかっていう、のがここでわかるってことかな。なんて書いてんのこれ。レクイエム？
レクイエムって鎮魂歌っていう意味よね。エスケープ、逃げる。あ、ここで最終のエンディングが変わってくるってことか。なるほどね。はい、それじゃあお邪魔します。あなたは彼氏さんじゃないの？初めて出てきたけど。許さない。彼女は許されるべきではない。え？なんでなんでなんで？え、幸せさんの彼氏だよね。許さないさん。え、でも彼女はあなたのことを追って、ね、後追い自殺をしようとしたのに、なんでそんな恨んでるの？恨まれるようなことしてないんじゃないの？え？どういうこと？次の家族を殺してしまったからってこと？はい、左の部屋へ。あ、ほら、これ多分、どうしてさん。どうしてさんがお亡くなりになってしまう。え、これなんなんやろ？なんかすごい真っ黒なんやけど。何も見えない。自分のことを愛してくれとったのは嬉しいけど、それで、何？人を巻き込むのは違うとか、自分の命を粗末にするのは違うとか、そういうことかな。はい、奥の部屋へ。奥の部屋のこれは多分、お母さんじゃない？きっと、ここで料理をしていたんではなかろうか。え、ってことは右側の部屋には、右側の部屋にはきっと、ほら、多分これはお父さんの、お父さんの骨なんだな。なんかそれぞれの部屋にね、この黒いのがあるんやけど、これ別に何も書いてないよね。多分、見えんわけじゃなくて、え、書いてないよね。真っ黒。はい、それじゃあ2階へ。あのゴミ箱の中は何なんやろ？あれ？死刑。あ、家族を殺したからということ。あれ？本人死んでないの？え、普通に、生身の体で、普通に殺したの？え？どういうこと？あの、病院に運ばれたけど死亡が確認されて、その後、ね、自分たちが、こう、幸せに過ごしとった家に、後々引っ越してきた、あの家族を呪い殺したとかじゃなくって直接的に殺したの？そしてなぜこんな音楽なんだ。はい、地下へ。そりゃ、到底許されないでしょ、あれは。え、焼き殺されちゃうの？死刑。そういう感じなんすか？これなんか書いてる？許さないって書いてんかな？え、なんか、書いてるよね？え、書いてない？なんか書いてる気がするんよね。許さない？許されない？なんかそんな感じの。じゃ、結局彼女さんは普通に生きとって、死にきれんかったんか。で、あとあとなんか、逆恨みか何か知らないけど、あの家族を殺してしまうと。私たちの愛の巣で、愛の巣に他の人たちが住むなんて、みたいな感じ。で、ここで逃げずに、向き合おう。レクイエム、鎮魂歌。まあ、要は魂を沈めようと。そっちの選択をしたらどうなるのか。あ、これ、お墓じゃない？あ、ここ、掘るってことかな？スコップで。え、お墓掘り起こし、何もなかった。え、何もなかった。何もないよ。あ、でも、別に掘り起こすとかいうわけじゃなくって、まあ、ここで、静かにお眠りっていうことかな。お墓。え、この三つのお墓は、あの、新しく引っ越してきたどうしてさん親子のお墓ってことかな。そういうことでよろしいのでしょうか。きっとそういうことだと私は勝手に思ってるんだけど。
ちょ待って、もう一個の方も気になるので、私はちょっとそっちも見に行ってみようかと思います。どっちんこんかを選んだ場合、あやてちゃんとお墓に葬られて、そこで安らかにねっていう感じ。エスケープ。めっちゃ逃げるやん。超逃げるやん。え？これは、許さないって書いとる。許さない。逃げてしまった場合は許さない。許さない、許さない。え？なんか、え、どこ？会いたい。会いたいと許さない。え、なになになに？どこ？どこ刺してんのこれ。ここ？この辺？え、どこなんだ？どこを刺してるんだ？この辺を掘ればいいとかそういう、違う？この辺の木。いや、違うよね。何なんだろうか。あ、これ？ん？なんか許さないと、でも会いたいもある。ね、会いたいもあるよ。やっぱ本当は、あれなんじゃないですか。会いたいっていう気持ちもあるとか、これ関係あるんかな？関係なかった。落とし穴の種やった。なんかこの辺にあるんかなって思ったけど。違うのか、何もないのか。こっちの逃げを選んでしまった場合、ずっとこう許さない許さない許さない、でもやっぱり許さないけど最終的には会いたいっていう本音が、イエーイ、ちょっとびっくりした。会いたいっていう本音を、あのぐしゃぐしゃぐしゃってしてるあたりも切ないよね。だって、最初に言った通り、この村は、登場人物全員が、ただ幸せになりたかった村っていうことやけん。これを？トゥルーエンド？トゥルーエンドがあるよ、こっちになんか。待って、トゥルーエンド。なに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 ？花がいっぱい。こっちではないんか、こっちか？トゥルーエンド。なんだろう。え？何？何がトゥルーエンドだったの？泳いで行かないといけないってことかな？いや、でも、そういうことではないよね、きっと。え、トゥルーエンドはこの下でよかったんかな？いや、でも下に行くしかないか。こっちか、もしかして。うわ、びっくりした。めっちゃびっくりした。トゥルーエンドは結局幸せにとか、安らかにとかそういうことなんかな。花がいっぱいあったよ、下降りてったら。会いたい。切ねえ。ってことは最初の二つの選択肢？ま、なんてっけ？レクイエムと、あと、エスケープ。あれだけやったら、まあ、レクイエムはレクイエムで幸せっていうのもあれやけど、まあ、心穏やかにって感じやけど、トゥルーエンドは、もっとハッピーな感じってことなんかな？でもなんか切ないんですけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかこう、ね、誰が悪いとかじゃなく、最初の彼氏はきっと病死やったんやろうし、ほんとただただみんな幸せになりたかっただけ。でも最終的には女の子、
幸せさんの逆恨みみたいな感じやったんかなとも思うけどね、あの家を奪われた的な。